にちは、こんにちは、エイトです。今回はですね、僕今まで動画何個か載せてきたと思うんですけど、あれ俺自己紹介してないなと思って、僕のこと知らない方の方が多いと思うので遅くなりましたが、今回は自己紹介をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、名前は小西エイトです。本名です。生年月日が2000年1月21日生まれです。19歳です。血液型は O 型で、性格は、ザ・O 型って感じで、結構適当な感じだと思います。事務所はホリプロデジタルエンターテインメントに所属しております。僕がこういう今芸能活動をさせていただいてるんですけど、この活動を始めたきっかけはミスターコンって知ってますか？男子高生ミスターコン、それに高校の時になんとなく応募して、そこが始まりですね。そこは後の動画で詳しく話したいなと思ってるので、その時はぜひ見てください。趣味特技いこう。趣味がなんだろうな、最近はもうダーツですね。もうダーツ毎日しないと気が済まないぐらいダーツが好きです。デュンデュンデュデュデュン。で他には、あとはドライブですかね。じゃん、こんな感じです。こうやってどっかドライブ出かけるのも好きです。それとあとはなんかあるかな、こいつと遊ぶぐらいですね。ピロちゃん、こいつはペットのピロちゃんです。ピロちゃん、セキセイインコです。自己紹介しな。ピロちゃんだよ。はい、ピロちゃんです。超かわいい。こいつは5歳ですね。ね、毛がいっぱい落ちてる。で特技が何個かあるんですけど、一つ目がこちらです。じゃん、弓道です。はい、結構意外って言われるんですけど、高校の時に始めて部活でね、でそしたらなんかすっげー熱中してしまって、高校は部活のために行くぐらい熱中しちゃって、本当に大好きでした。もう今はやめちゃってるんですけど、本当に青春って感じで楽しかったです。で次がじゃん、こちらです。書道です。はい、書道は幼稚園の頃からやってて、高校でやめちゃったんですけど、筆の方は自信があります。はい、今でも全然自信はあります。硬質の方、鉛筆の方はちょっと汚いです、苦手です。で、あとはこちらです。じゃん、バク転ですね。編集大丈夫かな、ちょっとさっきから適当にジャンとかやってるんだけど、僕が編集してるんで出せてるかな。大したことじゃないんですけど、高校の時に体育のマット運動で、やってみたらちょっとできたって感じですね。好きな食べ物は麺類です。はい、特にたらこパスタが大好きです。嫌いな食べ物はトマトです。トマト大嫌いです。嫌いだ。トマトはもう一生食べないって決めてます。でもミートスパゲッティとかに入ってるグチュグチュしたやつは食べられます。なぜか食べられます。はい、こんなぐらいですかね。なんか質問とかあればコメントとかでまた書いていただけると嬉しいです。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、同じだ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。